はい、FM 流進堂 DJ の流進です、震災から帰ってきた特集続けてお話しさせてもらっております。まあ先ほど前回の放送で首相官邸の前でっていうドキュメンタリー映画を見たっていう話をしたんですけれども、今回僕なりのまあ原発に対する考え方っていうのをお話しさせてもらいたいと思います。まあ僕自身ですね、すごく幼少期の頃に小学校の図書館にですね、裸足のゲンっていう漫画が置いてありまして、まあその裸足のゲンっていう漫画を読んだ時の衝撃っていうのがやっぱものすごい衝撃だったんですよ。それでまあちょっと話がそれますけれども、裸足のゲンっていう漫画、一度でも読んだことある方はわかると思うんですけれども、本当にこう戦争が憎いっていうね、一市民の戦争に巻き込まれてしまったね、広島市内に住むね、原子力爆弾が落ちてしまった、広島の町を舞台にですね、ゲンっていうね少年がその原爆が落ちた後にたくましく生きていくんですけれども、繰り返し語られる言葉が戦争が憎いなんですよ。でこの戦争が憎いっていうのはもう作者の代弁かなと思うんですけれども、戦争っていうのはもう悲しみしか生まないし、人が不幸になることにしかならないわけですよね。でそういうまあちょっと今回原発の話なのでこの話はちょっと省略しますけれども、要するに僕は幼少期からやっぱり戦争っていうのはいけないものだ、良くないものだ、また悲しいものだっていうことを、まあそういう漫画だったりね、周りの大人の発言や平和教育の中で学んできたわけなんですけれども、その日本っていうのは世界で唯一ね原子力爆弾を落とされた国なんですよ。だからその原子力爆弾を憎んでいるっていうベクトルの中に、同じ方向性の中に原発を憎むっていう感情があって叱るべきなのかなっていうのは僕は思ってます、思うんです。でその中でまあ原子力発電っていうのがやはり安全性に問題があるということは、まあずっと長い間専門家の方からも言われてきてますし、何よりも、チェルノブイリの原子力発電所のメルトダウンの大きな事故がありましたよね。でその事故が起きたのが日本のね 3.11 よりももう何十年も前の話ですよ。でちょっと今このラジオを聞いているまあちょっと年の若いね 若い年齢層の方でチェルノブイリってなんだっていうちょっとハテナマークある人はちょっとチェルノブイリっていう、単語でちょっと検索してみてください。ちょっと今回はそのチェルノブイリの話はしません。で、チェルノブイリのその事故があって、そこの、近隣に住んでいる方がどういう人生を送ったのか、どのようなそこの打撃を受けたのか、地域っていうものが打撃を受けたのかってことをきちんと調査して検証すれば、やはり日本でも福島と全く同じような状況が生まれているわけで、実はもうシミュレーションできているわけだし、データもあるわけですよ。チェルノブイリっていうデータがあるわけで、で、ここに来て原発反対、再稼働反対、原発を、撤去して、安全で安心して、クリーンなエネルギーを、クリーンな、生産のできるエネルギーの作り方を考えましょうっていう流れになるのは当然だと思うんです。当然だと思うんですね、僕は。
それでまあやはり僕自身は結論から言うと原発っていうのは反対です。反対の理由がいくつかあるんですけれども、一つにはやはり危険性が大きすぎる、メリットよりもデメリットの方が大きすぎる、まあ要するに、まあ、賭け事みたいになっちゃうわけですよね。まあ一見すると、莫大なエネルギーが得られそうではあるけれども、やはり事故が起きた時の、経済損失、そして、人の、生活圏を脅かす、健康被害が出る、まあそういうね、デメリットが大きいっていうことが一つで、もう一つが単純にその事故が起きた時に、経済的にコストがマイナスになるってことですね。だから一見原発推進派の方の意見を聞くと、いやいや原発っていうのは効率のね高くエネルギーを生み出せる、まあそういうものなんですよっていうことを言います。だけれども結局事故起きてみてどうですか。地元の産業がもう成り立たない、風評被害が出る、そこの地域から人がいなくなる、要するに過疎化する、そして東電自体も、経済的なダメージを被った、ここら辺のコストっていうのを計算してみてくださいよ。そしたらいかに原発がその安全性の面でもまたその経済的な面でもあまりメリットがないってことがわかると思うんですよ。でなおかつこれはその日本っていう国に対する、まあ、世界のイメージですよね。世界から見て日本のイメージが悪くなるこれはねものすごいダメージなわけですよ。経済的なダメージもあるし、そういうイメージの悪くなるっていうダメージもあります。ここまでだからデメリットがある以上別になくてもいいじゃないか。そして実際原発ね再稼働しなくなったり、しましたけれども、それでやってきてるじゃないですか日本人。ってことは別に原発なくても全然やってけるんですよ、もともと。でもうちょっと電力欲しいなってことであれば、そのクリーンなエネルギーで、安全なね、なるべく安全な、リスクの低い発電方法を選んだらいいじゃないですか。だってその発電っていうのはものすごくその長期間にわたるね、事業なわけですから、もう安全であることに越したことはないんですよ。これが僕の、まあ、原発に関する考え方でございます。原発は、原発を推進する理由は僕はよくわかりません。そのなんていうのかな、たくさんの人が、幸せになるっていうね方法を考えて、その物事を公平に見た時にやはりデメリットの方が多すぎる。で東電のに勤めてる、社員の皆さんには申し訳ないですし、原子力発電所関係のねところにお勤めになってる方には申し訳ないんですけれども、まあ今一度ね自分の働いてる会社の利益とか、それに関わって得られる、自分に対する利益だけではなく、まあ社会全体の利益、そういうものも考えて、これからの世の中をね、まあみんなで一緒に作っていく世の中じゃないですか、社会っていうのはね。だからそういうのを考えてもらいたいなと思います。今日は、ここら辺で失礼いたします。ありがとうございました。